2004年世界文化フォーラムでのデレク・ビッカートン。デレク・ビッカートンは、言語学者でハワイ大学の名誉教授、現代芸術家アシュリー・ビッカートンの父、ガイアナとハワイにおけるクレオール語に関する研究に基づき、クレオール語の特徴が個人の言語能力の発達と、人における言語の進化双方に深い洞察を与えると主張した。1949年に、 イギリスのケンブリッジ大学を卒業すると、1960年代から研究者としても道を歩み始めた。まずガーナのケープコースト大学で英語の講師となり、それからリーズ大学で言語学のポスドク研究を行った。1967年から1971年までガイアナのガイアナ大学で言語学のシニア講師を務めた。その後24年間ハワイ大学で、 言語学教授を務めた。1976年には、ケンブリッジ大学から言語学の博士号を取得した。言語の進化に関する彼の研究は、世界的に知られており、言語と種などの著作でも有名である。彼の近所は、ウィリアム・カルバンと共著の、リンガ・エクス・マキナ、人の脳に関するダーウィンとチョムスキーの調和である。言語の根源では、次の三つの質問に答えるための、 試作を行っている。どのようにクレオール語は誕生したかどのように子供たちは言語を獲得するかどのように言語機能は人の形質として誕生したか言語と種で彼はこの3つの疑問のすべての答えが表現システムと記号的思考の進化、そしてその後の文法公文の発達をたどり、言語の起源を推定することで導き出せるだろうと主張した。 彼によれば、原始的なコミュニケーション能力の使用は、精神と文化の並行的な進化を促し、共有される表現を形作った。その後、リンガエクス・マキナでは、彼とカルバンは象徴表現の生物学的基盤と脳の進化に関する、それらの影響を考慮して、彼らの推測を修正した。2018年3月5日に、ハワイにて死去。91歳を打つ。 ありがとうございます。